後継者育成人材パイプライン、視聴者の皆様には聞き慣れたワードですが、今回はより具体的に原田さんにお話しいただきます。後継者育成の話ということですが、今回はもっと詳しくお話しいただけるということですね。後継者育成っていうのはね、日本の企業は本当にしっかりと人事がね、こうしっかりとマネジメントしてない会社が多いんですよ。で、まあ、具体的にどうやるかっていう話をちょっとね、お話しますね。はい。組織っていうのはある人が育っていくだけじゃなくて、社長がいて、役員がいて、部長がいて、課長がいて、まあ一般平社員がいて、新入社員がいると、この縦の人事の人材のつながりのことを人材パイプラインって言うんですよ。このパイプラインが切れ目なく成長していくと組織力の成長になるんですよ。じゃあどうやってそれをマネジメントするかっていうとね、具体的にある私の前のグローバル企業のやり方、めちゃ露骨ですよ。例えば社長が役員、その下2階層下までの組織に一人、組織を見て一人ずつ評価するんです。この人は部長をやってるけど、もう部長止まりで役員まではもう行かないな、こういう人を今止まりですね、これが限界、うん、この人は課長だけど今すぐ部長になれる力も持ってるよな、これは今すぐ上に行ける人です。ある人はこの人は2年後3年後になるとずっと育って一段上の部長に行けるな。3種類しかないんですよ、評価は。今止まり、今すぐ上に行ける、数年後に上に伸びる人。あ、ちょっと待ってください、今いない方がいいって人はいないんですか？あ、もうどうしようもないやつ、その話はまた別です。いいですね。で、例えば今止まりの部長の下にすぐ部長ができる人がいたとしたら、この人不満に思うでしょ。ヘッドハンター来たらすぐ辞めていっちゃいますよ。そうですね、上が使えてるから。上が使えてるから。で、こういった現状どうなってるかっていうことを見ることすらしない会社がほとんどです。それを見るとしたら誰が見るんですか、うん、社長ですか？人事、社長。例えば部長が自分の2段下を持ってきてそういう評価するときは、横の部長も全部お互いに見せっこして、お前違うだろ、ああだろ、ね、あいつは今止まりって言うけどこうやってやったらもっと伸びるぞって意見交換するんですよ。で、いずれにしても今止まりの人にすぐできる人がいる、どうしますって聞くと、この人を外してこの人を一段上に上げるって、ほとんどの人がそう答える。それじゃできないんですよ。なんでできないかって言うと、この人はダメな人じゃないです、これ以上いかないんだけども部長としての力は持ってるわけですよ。で、この部長を外して下の人を上げますね、その3人の力は下がるじゃないですか。ということで社長は分かってても外せないんですよ。じゃあどうしたらいいかって言うと、その今止まりの下のすぐ上がれる人の後継者がいたら、この人外して一人ずつ一度上に上げればいいんですよ。そうですね、したがって全員が後継者を作っていけば縦のつながりは成長するんですよ。わけが分かんなくなってきたでしょ。あ、いや、うん、今止まりの人をやっぱり外すんですか？今止まりの人は、今止まりの人も上に上がれないでしょ。その人はもう適材適所で一人の専門職としてやらせるか、その部署は外すけど降格させるわけではないんですよね。降格する必要もないでしょ、うん、降格したらもったいないですよね。部長の仕事させた方がいいですね、うん、ということで、まあ、私が言いたいことは、この人は今止まり、この人はもうすぐ上に行ける、この人はもっと伸びる、それちゃんと検証しなさいと。それで若者が成長していく障壁になる、こういう人をブロッカーって言うんですけど、その障壁は必ず外しとかないとパイプラインが成長しませんよと。で、みんなが3年以内に自分の後継者を育てて、バトンタッチして
自分は一段上の大きい仕事をしなさいと、これをね徹底的にやって、育てたかどうかをボーナスの評価に入れる、これはグローバルの普通のやり方です。さっきの今止まりの人の話なんですけど、下には伸びる人がいます。例えば課長だとするともう部長にした方がいいだろう、はい、でも部長の席はまだ空いてないわけですよね。そうです。でも部長は部長でその能力をちゃんと発揮してるわけですよね、ここのポジションで。でそうするとまあどうしたらいいのかっていう話ですよね。そう、他のポジションに回すって言っても降格させるわけではないですよね。あ、作るんですか新しいポジションを。そこがちょっとよくわからないんですけど、例えばの話、その新セクションを作るとか。作りません。組織の原則は人ありきで組織作らないんですよ。事業戦略を最も効率よく推進していくベストの組織モデルを作るんです。で、一つ一つの箱のミッション職務を定義して、求められる能力を定義して、ベストの人間をポスティングして、いらない人はもういらない、箱に入らない人はいらない。あ、でも今止まりの人はここで仕事をしてるわけですよね。いや、だからその人が次の組織で行く場所があればいいですよ。あ、なかったら、なかったらこの人がブロッカーになっちゃう。なるんです。あ、じゃあ今止まりの存在はマイナスなんですね。いやね、今は貢献してるけど組織の成長の障壁ですから、その部分においてはこの人は邪魔なんですよ。そうなりますね。私社長時代にね、自分の後継者が40代後半50前後ぐらいのやつを私の後継者にって思って、そういう目線で人を育てようとしたんですよ。間違いだったね。なんでですか？今ね、社長を卒業して中小の若いやつの支援やってるでしょ。一番伸びるのは30代前半です。その従ってね、私は社長が後継者作るときに30代のやつを後継者にしろと言いません。育てるところのボタンの押し方は30代前半のやつ一生懸命育てる、して上げる、で上のやつが同時に上がってくれば OK、 上がってこなかったらもう外す。こうやらないと40後半のやつだけは上げよう上げようって無理です。一番教育の投資効果が一番高いのは30代前半だね。次回はあのマクドナルドの伝説のボス藤本隆博さんをゲストにお招きします。とっても面白い方だと聞いているので楽しみです。ここでお知らせです。もっと学びたい方は原田英光のホームページへお問い合わせください。経営塾の情報を随時お知らせしております。